はい、ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。バイオハザード RE2 レオン表編、難易度ハードコアをクリアランク S クラス狙いでプレイしてますね。続きからやっていきますよ。いよいよ G 第1形態と戦うところまでやってきた。いよいよというのも結構回数かかってるんだわ、これがまた。あれ、ショットガン。階段を降りる速度を上げないと。破片種類の弾必ず拾っておく。 G 第1形態で使っちゃう。で、破片手榴弾は今後は温存して G 第3形態で投げまくるために取っておくっていうのが今回のプランね。ナイフ装備してるよな。ここは滞りなく行きたいところなんだけど、行かなくてもセーブしてるからやり直すだけ。 G 第1形態は PS4 版と PC 版だと難易度にかなり差があるからね。ナイフの使用のせいで。倒すしかない。ここでもう一個の破片手榴弾取りに行こう。え、もしかしてしゃがんじゃった？攻撃チャンスが。縛った。あはは、見誤ったか。言えてないけど。どこにいた？頼む、このまま死んで。弱点に当たってない。あ、掴まれちゃった。カウンター。ダメだ、先行手榴弾使っちゃう。見て、うせやろ。くー、回復しとく。もう一本、ナイフナイフナイフ。いた、痛った。やっべ、強っ。結構消耗しちゃった。誰かいるのか。わ、ナイフ壊れちゃったか。仕方ないな、アイテム回収して先へ進みましょう。どうだろう、これは。回復アイテムを1個以内で抑えれたのはラッキーだったかな。先行手榴弾はその分投げちゃったけど、クレア表剣のハードコア S プラス取った時は変なところでね、ナイフ使おうと思ったら5射で先行手榴弾投げちゃった局面が2回ぐらいあったからね。そういうガバガバプレイでも S プラス取れたところを見ると、まあ、今のところはまあペース的にはいけないこともないと思うわ。あとはカウンターであまりナイフを消耗しないようにいければ、まあまあなんとかなるのではと思うんだけど、ただ犬自体がね、ここもまた厄介なんだよ。で、ここから先は油断のならん展開だからね。次のセーブポイントの G 第2形態の直前まで長丁場になるから、次のセーブまでは安全を取っていった方がいいと思う。安全策と攻める姿勢の間を取るのが難しい。ハンドガンまだ出しておく。回復アイテム欲しいんだけど、あ、吸血スプレー1個あるね。これ持ってこう。これでいこっかな。
もう一度アイテムボックスの子に戻ってくることになるかもしんねえな。ただきっちりとアイテム回収しながら進まないといけないからね。おい、話は終わってないぞ。この留置場のルートも苦手なんだよね。レオン編はとにもかくにもタイラントがよく絡んでくるから、それが苦手だわ。こいつ倒しといた方が無難かな。やめろ。後から邪魔になってくるんだよね、こいつが。そやろ。これさ、留置場のやつにさ、掴まれたりとかすんのかな、近くまで行くと。試したことないし、試す気もないから、わかんないんだけど。低難易度でまったりプレイするときとかに試してみよっかな。ハンドル入手するんだけど、空きは3つか。どうだろう。先行手榴弾1回置こうかな。クレア編と違ってリッカーが出てくるわけじゃないし、ゾンビ編が出てくるから、一度、射撃訓練場の探索をして、その後に一回アイテムボックスに戻るか。時間はかかっちゃうけど。ハンドガンのバーストパーツは欲しいからね。あとそれと奥にあるショットガンの弾。射撃場内にゾンビの起きる条件がよくわかんない。とりあえずダイヤの鍵を取った後にここに戻ってくると起きてるんだよね。ダイヤの鍵が起き上がる条件になってんのかもしれないけど。どうしよう、ブルーハーブまで一回回収しよう。調合しちゃってもいいんだけど、ボス戦の時のために温存する形でいかないと。防御力アップ効果は重要だからね、後半に行くに従って。で、バーストさえできるようになっておけば、ハンドガンでも高い DPS が出るから、そこがレオンの魅力。あれ？あ、裏か。久しぶりに使うから忘れちゃってたわ。ただ、2マス使うのがたまに傷なんだよね。この後、イベントで追加されるゾンビ犬、処理しながら進んでいくのが安定策なんだけど、ショットガン使おうかと思ってたんだわ、あそこで。ただ、この様子だと、アイテム欄に隙がない。置いていく、一回。ハンドガンと回復アイテム、ハンドルだけでいいわ。最悪ここからだったらまだ失敗してもやり直せるし、やり直したらやり直したで G 第一形態の練習ができるからね。バーストつけてあるよな。では続いて、剣者を通って死体安置所の方向へ向かいますね。レオン編ではダイヤの鍵を入手する必要がないので、取りません。アイテム欄の圧迫になるだけだったね。ここは、電気を通した後に檻が開くらしいわ、帰るときに。おいおい。だ、処理しておきます。マゼルブレーキついてると、一回撃った後の収縮速度が速くなってるね。これはだいぶ違う。3点バースト運用するときは、マゼルブレーキつけるのも必須か、これは。で、レッドハーブと先行手榴弾だけは欲しいね。それはしっかりと取っておく。で、ゾンビはずっと寝てもらって、起こさないでおこう。そっとしとくわ。安らかに眠ってくれ。では、こちらのシャッターを開けて、
ゾンビ犬の追加ね。これが本当になれんわ。ゾンビ犬の処理が本当になれない。クソエイマーの天敵だね、ゾンビ犬は。ここにガンパウダーか何かあったよね。ガンパウダーは積極的にショットガンの弾にしていくと。あ、アイテム。なんとか持ってたね。よかったよかった。ここなんだっけ、表編。真ん中の二つだったかな。違うわ。あれ？ちょっと待って、答え見るわ。こうか。今ので若干ロスったね。で、狙いやすいところにいるゾンビ犬は処理しながら行く。厄介だから。ここは無視。ここをうまくジグザグに走ればかわせるんだけど、ちょっと苦手。追いかけてきてるね。大丈夫か。よしよしよし、なんとかなった。ただ安心はできないけどね、なんとかなったって言っても。で、あ、一回破片手榴弾出しとかないと。シャッター前の敵ね。光をください。あれ、破片手榴弾ないけど、どっかにあったっけ。一個残しとくべきだったか。マグナムの弾はいらない。これはちょっとプランをミスったか。これも一回置いとこう。あ、ちょっと嫌な感じになってんな。仕方ねえか。うなっておりますよ。ここはなんとか倒すか、じゃあ。無理なんだけど。追い詰められそう。クリティカルがうまく出てくれた。惜しい。窓割れちゃうよね、いずれ。で、この人。エリオット君、安らかにお眠りください。ここいるよね、警官。2階へ速攻行く。あ、材木取っとこうかな。どうしよう。ただどんな展開 が待ち受けているか分かんねえから。ゾンビどこにいる。ここ確か燃えてるやついたよね、体が。タイランとか発生したら消滅すんのかな。アイテムボックスまで遠いから取捨選択しながら行く。で、これで捨てられるでしょ。板はもういいか。
フラッシュバーンは絶対欲しいから。で、確かハンドガンの弾があって、ここゾンビがいるんだよね。ブルハブは欲しい。で、歯車でしょ。確かショットガンの弾もあったけど、これは諦めるわ。ゾンビいるからね。こっちの方を取っていく。で、扉の向こうからボイラー室ね、ゾンビが2体出てくるんだけど、男のゾンビと女のゾンビね。ボイラー室みたいなところで男女が何をしていたのかというと、そこは触れないでおこう。この世で最も楽しい時間を過ごしているときにゾンビ化しちゃったのかもしれないから、そっとしといてあげたいんだけど、勝手に出てくるんだわ、これがまた自分から。派手に弾薬使いながら行くスタイル。まだ生きてるかな？生きてる。すごい生命力なんだけど。こいつも多分生きてるよね。けど触れないでいこう。せっかく死んだふりしてるから、ここにはもう用はないからね。インクリボンはいらない。これ預けといて、で、クローバーの鍵でしょ。うわ、ここから先難所なんだわ、どうしよう。うまくできるかな。迷ってる場合じゃない。一回ショットガンにしていこう。ハンドガンの弾なくなったからね。起きてないね。一気に行け。ひょっとしたら死んでるのかもしれないけど。タイラントどうしよう。安定取ろうかな。レッドハーブは欲しいよね。火消してないわ。安定取るか。タイランドのフック避けるの苦手だからね。広いところまでおびき寄せて、そこで避けてる。時間はかかるけど仕方ないところだね、これは。念のため回復アイテム取っとく。追いかけてくるスピードも速いのよね。一回ホールのアイテムボックス使うわ。さあ、いよいよ難所ね、ここが。材木で窓塞いでないのがどう出るか。どうしよう。安定取ろう。先行手榴弾使うわ。使わなくてもいいに越したことはないけど。なんとかなるかな。取れないけど。来るよね。あ、イングリボンだった、ここ。早い早い早い。踊るときなぜかリッカーいないんだよね、ここ。なんでだろう。どういう挙動なんだろう、リッカーって。あ、トバーで先行手榴弾使わずに来れたな。
これはなかなかいい感じにここまで来れた。悪くない。ここで使うかもしれないけど、タイラントで追いかけてくるペースによってはここで使わざるを得ない。よし、いけるぜ。さらば、もう会うことはあるまい。ここもちょっと苦手すぐ入れば大丈夫なんだけど。よし、カロリー使うわ。でこれを回収して歯車のイベントを終わらせてからじゃないと、アイテム欄圧迫してるから。ここで小さい歯車を取るでしょう。そして大きいのを代わりにはめると、大は小を兼ねるというふうにはいかないのがこのゲームの厄介なところなんだよね。なんで両方とも同じ大きさの歯車にしてくれなかったのか。ともあれこれで時計塔の仕掛けを鳴らして電子部品が手に入るね。で仕掛けを解いてからガンパウダーを入手しておくと。それにしてもバーストハンドガンがあると便利だね。ゾンビの群れに対しても弾幕で対応できるから。そしたら電子部品2つ目を入手したところで今回はこの辺で終了にしよう。はい、ではご視聴いただきましてありがとうございました。それではさようなら。